はいどうも、キュウリニキです。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ今回はね、この上腕の鏡、これね、まあ前もね、あの前にもね、神々ですいません、朝一なんでね、撮影、これね、前にも使ったんですけど、ちょっとね、改めて使ってみたいと思います。これね、めっちゃ強いんですよ。本当にめちゃくちゃ強いんで、スキルレベル2でもまあだいぶコイン稼げるんで、ちょっとねやってみたいと思います。で、ね、例にも例ずこの54アイテム使ってやっていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。オッケー、上を使って下を使うんだよね。ちょっととりあえずね、今は先にあっちが溜まっちゃったんで、鏡溜まっちゃったんで、ちょっと使っちゃったんですけど、えい、まずね、この女王を魔女に変えて、これを使うと。で、一気に大消去して、ドーン。ドーンって感じでね、これで大消去していく感じですね。OK。ポイントはね、この女王を使ったら、鏡の方を連打ですね。これがね、何よりのコツですね。OK。いや、強いね。いいね。これね、魔女の数が多ければ多いほど最高なんですよ。OK。ああ、もう一消去したかったっすね。OK。これね、でスキル溜まるのも早いから、それもありがたいですよね。よいしょ。いやー、こっから1000コインいけないかな。5000コインいきたいな。ああ、いかなかった。まあでもね、ちょっともうワンプレイやっていきます。次はね、5000目指してきっちりねプレイしていきますけどね、スキルレベル2でこのコインの枚数はかなり強いんじゃないですか。これ多分ナンバーワンかもしれないですね。時間、コイン稼ぎの時間効率としても、めちゃめちゃ強いっすよね、やっぱり。よし。あー、ちょっと少ないな。うわー、今のはもったいない。さっきよりちょっと悪いんじゃないか、これ。
終わってるわ。盤面がクソだった今。やばいな、これ5000いかないです。マジでね、こういう、たまにね、つむつむってこういうクソゲーになる時がたまにあるんでね。皆さんも気をつけてください。うわ、ほら。うわ、何これ。ストレスしかたまんないですよね、ああなると。マジ運営の悪意感じますよね。最低なプレイになっちゃいましたね、これ。もうやる気が。うわ、やば、さっきの半額ですよ、コイン。マジでちょっとムカつくんで、もうワンプレイだけ。もうワンプレイだけね、させてもらいたいと思います。マジか。もうちょっとスキルレベル上げたいな、でもね。うわー、今使いたい。今鏡を使いたい。うわー、ちょっと待って、これどうなるんだ。ちょっと待ってね、やってみたい。こんだけ魔女多かったらどうなるのこれ。やば、ちょっと今回もきついかな。あ、もういいです。もうやめます。はい。こうなるとね、本当にストレスたまるゲームになってしまうんで、やるだけ、ね、人生の無駄になります。はい。じゃあ、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。恐竜ニキでした。バイバイ。